だとしても、混沌を野放しにはできねえ。ことを引き起こした張本人には、それなりの責任を取ってもらう。待って、団長。マーリンをどうするつもりなの？メリューダス、この魔力、まさか。お前を連れて帰ったのは、この私の不覚。けじめは、自分でつける。バラになったところで僕は殺せない。なんとしても撃つ。私には王として民と国を守る責任がある。ならばその脅威となりうるものを私が排除せねばならない。民と国を守るってさ、そんなものとっくになくなってるのに。何？あれ？知らないの？もうキャメロットはこのブリタニアには存在しないんだよ。七つの大罪と魔人王の戦いが原因でね。嘘だ！信じられないなら、混沌の力を使って見てみるといいよ。奴の言葉に惑わされるな。けれど見えるんだ、変わり果てたキャメロットの、誰もいないキャメロットの無残な姿が。王国ならまた立て直せばいい。それに海軍で人質となっていた人々のほとんどはリオネスに避難させてある。地下壕も、地下壕も消え失せてしまった。あそこには人質となった家族や友の帰りを待つ人々が大勢いたんだよ。私はみんなにキャメロットを必ず取り戻すと約束した。なのに私は、フルカウンター。